どうも、いっとくです。皆さん、車が前方から追突してきたら、追突された側ってどうなると思いますか？まあ、後方に飛んでいきますよね。今回ね、プラネットコースターっていうゲームを使ってね、四方からコースターが追突してきたら、人間どうなってしまうのかっていうのをね、実験していこうと思います。まあ、普通だったらね、もうね、なんだろう、四方から来たら、ぐちゃってなって終わりだと思うんですけど、プラネットコースターじゃそうもいかないと思うんですよ。ぐちゃっていう演出がないんで。で、今回ね、このサンドボックスモードですね。このチャンネルはですね、こういった実験検証に特化したチャンネルです。まあね、皆さんの生活にね、絶対に役に立つような実験をね、やってるのでね、多分ね、よかったらね、チャンネル登録してください。じゃあ今回このだだっ広いこちらのパークでね、史上最悪な実験をね、やっていこうと思いますよ。この真ん中にね、人が集まる想定で、この4本のね、レールが敷かれてます。正方形のね、パークを作って、最終的に人が行き着く先が、この中心のバトルロワイヤルゾーンっていうね。さて、できました。この恐怖の遊園地。体験型デスマッチ遊園地。あれ、さっきと名前変わったかな？まあいいや。まず、ど真ん中ですね。ここにパフォーマーの方々をね、たくさん雇ってね、狂気の遊園地にしてあげました。エンターテイナーの皆さんがね、今回のこのデスマッチを盛り上げてくれますよ。まずこの青い道路あるじゃないですか。ここは来園者ですね。まあ人権がある来園者で。ただ、一度ライドに乗ってしまうと、こちらのちょっと赤褐色の道路あるじゃないですか。こっち行くともう青い道路には戻れません。つまりはもう遊園地から出ることができません。もうこっからは人権ないですね。だいたいね、このライド乗り終えた後の赤褐色の道路入ってきたらここに集まるんじゃないかな。で、そうしたらもうね、デスマッチの始まりですね。今回のテーマである四方からライドをぶつけて検証していきましょう。遊園地の名前はモルモットパーク。よくわかんないけど、まあいいか。じゃあね、パークをオープンしていきましょうか。さーて、楽しみだな。はい、オープン。さあ、続々とモルモットたちが続々と入ってきました。アホな面をした実験隊どもが。いやーね、お前らも楽しみだと思うけど、俺もめっちゃ今楽しみだからね。お前たちがどんな風に飛び散ってくれるのか。すっごいぞ、人の数が。お、いいぞ、それぞれね、自分の好きなライドに向かってね、走り出しましたよ。一番乗りは誰だろうな。あー、最初のチャレンジャーは誰だ。あ、そうそう、言い忘れてました。このね、もう絶対出られないゾーンの方にね、ドリンクショップとかね、ハンバーガーショップとか、トイレとかね、設置してあげたのでね、もうこっちに来るしかないんですよね、必然と。で、しかもね、ここトイレとスタッフのルームをね、もう合体させてあげたんでね、かわいそうだなー。あ、来た来た来た、トイレ来た、トイレ来た、ほら、ほら、ほら、ハリーポッターじゃないんだけどね、すり抜けちゃうっていう。あ、待てよ。とか、このドリンクショップとかをここに置いてしまったら、こっちに人流れてきちゃうのか。ちょっとこれ一旦消そうか。これがトイレ、これがフードショップ、これがドリンクショップですね。生きるために必要なものがね、この中心に来ないとね、手に入らないんでね。お客さんは自然とこの中心に来ることになると思いますよ。閉じ込められている。ざまあ見ろ。お前らもうモルモットなんだよ。そんなな、ただより高いものはねえんだぞ。分かってるのか？デスマッチ計画を始動させるぜ。あ、始動し始めた。来た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 。うわ、ドキドキするー。行くぞ。やばい。あー、なんてこったって感じの顔してるわ、みんな。さようなら、モルモットの諸君。バーン。お、これはどうなった？実験の結果はどうだ？真上？上だよね、これ。結構上に飛んでるよね、やっぱ。すっごいなぁ。楽しそう。うわぁ。いいね、いいね、いいね、いいね。おぉ、みんなも喜んでる。ゴミが散乱して、うわぁ。ちょっと待った。ちょっと待てよ。ごめんの忘れてたの。あ、これはひどいなぁ。俺、最初に言いましたよね。デスマッチ遊園地って。ファイヤー。さぁ、この豪華のごとく燃え下がる遊園地。これは地獄だ。しかもね、火炎放射だけじゃないんですよ。地下帝国をね、築いてあげたんだよ。もう落ちたね、脱落したチャレンジャーはね、もう復活できないですよ。なんかまた趣旨が変わってきたけど、どうせモルモットとなって実験になってもらうならね、まあ、派手に行こうじゃないかってことでね、いつパソコンがフリーズするかわからないくらいちょっと重いですけど、まあね、このひどい状況でね、実験を再開していきましょうか。さあ、コースターを始動しました。どうで終わったね。ドッカーン。うわー。うわ、ピンボール
だ。まあね、あまり無駄打ちしてしまうとね、このパークの評価が下がってね、お客さん来てくんなくなるので、ちょっと一旦止めますね。ではね、殺戮コースターのね、数を増やしていきましょうか。さて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 、やってまいりました。さあ、コースターの数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 台というね、もう何これ、ふざけてんのレベルのコースターをね、設置していきましたよ。そしてね、お客さんのね、熱狂ぶりもね、もう今か今かと待ちわびていますよ。お客さんはもう激アツ、いろんな意味で激アツな、デスパークができましたね。遊園地の名前がいろいろ変わってて、俺ももう分かってない。テストテストテストじゃないんだよね。もうこっちからしたら本番なんだよね、これが。そう、テストにするとコースターがね、動き始めるんですよ。かくついてるなぁ、さすがに。火が邪魔だったな、マジで。火がめっちゃ重い。さあ、じゃあ行きますか。うわぁ、これちょっと緊張するなぁ。よし、行け、スタート。さあ、一斉にコースターが動き始めて、どうなるどうなるどうなる。はい、ストップ。どこの視点で見たら一番気持ちいいかなぁ、難しいんだよな。じゃあね、再生しちゃいますね。バコーン。ちょっと待てよ、重すぎて全然わかんなかった。そしてお客さんはどっち、あっちにめっちゃ飛んでるね。あっち、こっちの方にめっちゃ飛んでますわ。やばい、これもうね、地獄だねこれね。はい、再開うわうわー、地下帝国が大変なことになってる。うわー、吐きだめになってるよ、もう。めっちゃ人落ちてくるわ。あはは、駆逐しろ、駆逐しろ。いっけー。何、いい感じにコースター同士がぶつかって、あまり被害受けてないだと。ほら、コースター同士がぶつかって、ここにいる人があまり被害受けてないっていう、ちょっと元も子もないことが起きてしまったな。ほら、このコース最高じゃない、見えましたよ。トイレに一直線に飛んでいくライドの姿が僕には見えました。もうトイレの、あ、これ来た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 、あれ、なんかあんまりみんなをトイレに押し込みたかったんだけどな。かわいそうだな、こいつら。もうちょっとね、調味料をいろいろ入れすぎてしまった料理みたいにね、もうこれはね、この後どうしようもないんですよ。どう改変もさせようがないと思うんで、まあ当初言ったね、四方から車が突撃してくるとね、どうなるかっていうと、ちょっと上に浮いたね。で、まあエスカレートしてくると、お客さんはね、地下帝国に入って一生出られなくなりますね。はい、こんな感じで、皆さんもね、四方から車の攻撃をね、受けない方がいいですよ。ちゃんとね、左右上下前後確認してね、横断歩道を渡りましょう。それでは、次の動画でも一緒に遊んでいきましょう。それでは、バイバーイ。